何やってたんだ。いくら連絡しても繋がりやしない。お前はどこにいるんだ。大変だ、嬢ちゃんが消えちまった。それにこの屋敷もあと少しで陥落する。そうなのか。心配をおかけして申し訳ありません。そうか、ならば答えは簡単だ。この島を放棄するぞ。早くヘリポートまで来い。俺はエンジンをかけて待ってるからな。高博さん、急ぎましょう。おじさまが待っているのでしょ。ヒロさん、バカ。私だってタカヒロさんに守られてばかりではありません。一人なんかで逃げません。高博さんと一緒です。バカ、何を勝手なことを言っているんですか。ここまで来て、やっとここまで来て、なんで高博さんを置いていかなければならないのですか。私は高博さんに会いに来るためにここに来たのですよ。なのになぜ高博さんを置いていけるのですか。一人にしないでください。高博さんのそばに少しでも長くいさせてください。高博さんも少しは私の気持ちを分かってほしいです。急ぎます。舌を噛まないでくださいよ。何やってんだ、遅いぞ。早く乗り込め。追っ手が気がついたみたいだ。行くぞ。行くぞ。くそ、ハッチが閉められる。
ダメだ、間に合わない。片平さん、なんだ、高博、どうしたんだ。私に任せてください。私だってアンドロイドです。今やってる！ヘリの方向替えは時間がかかるんだよ！わかってる！追いついてくれ！
高弘さん。高弘さん。高弘さん。ごめんなさい。よかった。高弘さんが無事で。ダメだ。ヘリにもかなりダメージがある。隣の島に不時着する。高弘、嬢ちゃんをしっかり抱いてろよ。雪ですね。あの日も雪が降っていましたね。この雪、積もるかな。最後の約束の日も、私、こんなことを言いましたね。積もったら高弘さんと遊べるって思ったから。あの時も今みたいに空から白い雪が舞い降りて、私は高弘さんの後ろについて。あの頃もよく高弘さんの裾を捕まえてましたね。なんかこんな場所であの時みたいに雪が降るなんて、なんか嬉しいですね。奇跡が起こったみたい。高弘さん、なんか最後にリニアだけ得をしてしまったようですね。こんなに優しくしていただいて。レイさんだってこうやって優しく抱かれたかったでしょうに。リニアだけ。高弘さん、泣いたらダメです。高弘さんに泣かれてしまってはリニア罰が当たってしまいますよ。リニアはこんなに幸せなのですから。またこうして高弘さんと同じ時間を過ごせたのですから、それこそこれ以上のものを望んで悲しむなんて神様に怒られてしまいますよ。私がまだ千歳だった時、高
ヒロさんとした最後にした約束、あの場所で会おうって約束、タカヒロさんが渡してくれた時計、あれはもう遠い遠い世界、二人が交わした遠い世界での約束、何度も何度も二人が会えるために、何度も何度もタカヒロさんが渡してくれた時計、それがずっと返せなかった、ずっと約束を破ったままだった、私がこの世界から消えてしまったから、でもそれもやっと返せます、やっと約束を守れました、あの遠くの世界でした約束を、この子が時を刻んでくれたおかげで、約束を果たせたんですよ、もうだからもう終わりです、約束はおしまい、この子はお返ししなければなりません、だって今これを高弘さんにお返ししなければ、今度こそリニアは永遠に約束を破ってしまうことになります、泣かないでくださいよ、そんな泣かれたらリニアだって悲しくなってしまいますよ、あの丘で二人で遊んで、もっともっと高弘さんと一緒にいたいのに、空が赤く染まっていく頃になると別れなければならなかった、高弘さんと一緒にいた時の風景はとてもとても楽しげなのに、一人になるとまた昔の寂しい世界に戻ってしまう、あの丘を下るとまた寂しい世界、